今回の衆議院解散の大きなきっかけとなった閣僚のスキャンダル。今回安倍内閣の一員に新たなスキャンダルが集中しています。月刊雑誌ザ・リバティの特別版ザ・リバティプラスが報道したところによりますと、今下村文部科学大臣に金銭疑惑が集中しているとのことです。そのまず第1番目としてですね、補助金を交付した学校法人から違法性の高い金を受け取っていた。これは国の補助金を受けて1年以内に政治献金はできないという、こういう法律があるにもかかわらず、下村文科大臣側が2つの学校法人からお金を受け取っていたということで、今追及が始まっています。さらにですね、大きな問題として、寄付を受けている学習塾運営会社から事務所の無償提供を受けていたという疑惑が発生していることです。今私は JR 中野駅の近くにある雑居ビル、後ろの私の後ろありますけれども、雑居ビルの前に立っています。あの雑居ビルの4階には下村文科大臣に政治献金をした学習塾運営会社が入っているわけですけれども、そこにその下村博文さんの政治関連団体である博友会の事務所があることになっています。しかしですね、この建物の郵便受け等を見ても博友会という名前はありません。したがってですね、もし仮にこの学習塾運営会社の中に博友会の事務所が存在するならば、政治団体、政党以外のですね、政党以外へのそうした資金の拠出などを、これを禁じた政治資金規正法に違反する可能性が非常に高いと。さらにそもそもこのビルの4階に博友会の事務所が存在しないならば虚偽記載ということで、これをまた政治資金規正法に違反する疑いが強いということです。さらにそれ以外にも、下村文科大臣には医学部新設を認めた大学から講演会名目で金集めをしていたなどのですね、このような疑惑がどんどんですね、出てきております。今回の総選挙の争点の一つは、アベノミクスの失敗をどうするかという点にあります。文部科学省などの許認可権というものを、これを振りかざして、そしてさまざまな利権をその政治家が、大臣が握るというのは、これはまさにアベノミクスを失敗させた本質そのものです。その意味では、今回の総選挙を通じて許認可権に絡むこのような利権問題などを払拭することが、日本経済にとっては絶対に必要です。皆様の正しい選択をお願いしたいと思います。